ナマンダブツ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 。主良厳院の原神歌唱の玉枠、我役在彼摂取死中煩悩証言水不能権、大悲無権上昇我心と、この門の心は我またかの摂取の中にあれども、煩悩眼を抑えて身立てまつるにあたわずといえども、大悲物浮きことなくして常に我が身を照らしたもうとのたまえるなりと。ナマンダブツナマンダブツナマンダブツ。こう駆け足実演和上の一年多年門位降参を拝読することによりまして、一年多年門位に表された親鸞聖人の身教えについて学ばさせていただいております。今回は第、1回で終わると思いますが、第10項が我役在彼等の門位というところ、駆け足先生の御本で257ページのところからお話を聞かせていただこうと思っております。で、まず最初この新しい講義に入るときには必ず意訳の方を読ませていただき、そしてその御本の意味をこう掴んでいこうと思っていますので、これから今日の御三代の御本の意訳を、架橋先生の意訳を読ませていただきます。比叡山の余川の主良厳院の住寮であった原神僧図はこのように仰せられている。我もまた赤の摂取の中にあり、煩悩眼を抑えて身立てまつることあたわずといえども、大悲物浮きことなくして常に我が身を照らしたもうと、この門の心は私もまたかの阿弥陀仏の光明の中に収め取られている。煩悩が心眼を覆い尽くしているために如来の姿を見立てまつることはできないけれども、仏の広大な大悲心は悪ことなく常に私の身を照らし守っておられると仰せられたのであると。大変懇切な意訳を施してくださっていますので、なんていうかな、ありがたいことやなと、私でもちょっとはそうなんかなと言って、御門の意味を分からせてもらえるところがあるのかなと思います。で、続きまして今日の箇所のですね、今日御三代として拝読されさせていただいた箇所のご講義を拝読していきます。ここは一つの、項は一個の項で一個の講義ということだから、これで、第10項は今日で終わるかなと思います。読んでいきます。1、我もまたかの摂取の中にあり、でこの門はさっきの観念坊門の元正五年増上園の門とともに、元正正常十節の根拠となっている念仏修行摂取不捨の門意を明らかにするための印釈である。元正正常十節の根拠となっている念仏修行摂取不捨、摂取不捨ということの門意を明らかにするための引用でありご解釈であると。で、この門はですね、尊王心臓名門注釈版662ページにも出てくるけれども、その際に原神僧図の心臓の名門として記されて、で、今日の御門を尊王心臓名門において詳しく釈されるが、その最後に念仏修行摂取不捨の心を釈したまえるなりと知るべしとなりと親鸞聖人がおっしゃっていますんで、この門は原神僧図ご自身の摂取不捨についての了解を述べられたものであります、ね、今日の御三代の門は原神僧図の摂取不捨についての了解を述べられた箇所です。で、パラグラフ変わりまして、主良厳院の原神箇所ののたま枠、我役在彼摂取死中煩悩証言水不能権大悲無権上昇我心とは、
往生要集、小周念仏門の第4観雑門の第3増略巻、注釈版七疎編956ページの門である。そこには阿弥陀仏の深層光明を観察するについて、その白毫を観ずることを勧められていた。白毫、ここね、白毫を観ずることを、勧められていた。で、阿弥陀仏の白毫から無数の光明を放っているが、そのいちいちの光明、あまねく十方世界の念仏の衆生を照らして、摂取して捨てたまわずと勧行の経文を挙げ、ついで我またかの摂取の中にあれども、煩悩眼を抑えて身奉ること、あたわずといえども代否、生むことなくして、常に我が身を照らしたもうと言われたのである。したがって、それは勧行の念仏衆生摂取不捨の門を、僧侶自身の身の上に、僧侶、お経さんの御門を、勧行の御門を、僧侶自身の身の上に味わわれたお了解の言葉であったことがわかる。しかもそこには、阿弥陀仏の深層光明を観察することを明かしながら、自身は煩悩眼を抑えて身奉ることあたわずと観念に堪えない、身であることが表明されていた。観察の中で見えるもんのはずなんやけどね。そういうこと、観察言うたって、煩悩が眼を抑えて見立て祀ることはできないからね、シャバタヴィパッシャナせんなわけやけども、シャバタヴィパッシャナ、白毫から光をピャーッと放たれて、こうそういう、こうシャバタヴィパッシャナせんなというところの文脈の中に出てくるはずやけど、私はそんなふうにはできません 言うてはる。それはまさに本当に、源信僧侶のお了解を述べられたっていう、そうとしか言いようがないことですよね。で、そうですね、そしてですね、要旨、往生要旨には、この増略巻のすぐ後に、もし相互を観念するに耐えざることあらば、あるいは奇妙の層により、あるいは陰情の層により、あるいは往生の層によりて、一心に生念すべしと言って、観念に耐えられないものは三層三つの思いによって、これは、陰情の思いにより、仏さんがですね、私を引っ張って納め取ってくれはるから、引く言う字、例えば引用文の引用字に、摂津の国の摂を納めとるという字の、そういう思いによって、そんな私、仏さんが私を引っ張って納めとってくださるという思いによって、あるいは往生の思いによって、往生させていただけるんやという思いによって、あるいは奇妙の層により、あるいは陰情の層により、あるいは往生の層によりやから、信ずる層によるか、奇妙か違うか、信ずる層により、あるいは陰情の層により、あるいは往生させていただけるという層というのはですね、これ相談するの層の字、姿用字の下に心用字がある、想像を絶するようなっていう時の層ね。そういって、こうシャマタヴィパッシャナができんものはですね、信ずる層によって、奇妙と信ずるちょっと違うのか知らんけど、とりあえず信ずる層によって、あるいは仏さんに、こう引っ張ってもろて納め取られるという思いによって、あるいは往生させていただけるんやという思いによって、一心に南無阿弥陀仏、生念すべし唱えなさいと言って、で、観念に耐えられないものは三層、奇妙、陰情、往生の三層によって称名せよと言われていた。こ
こうして源信僧侶は念仏修行摂取不捨の念仏は称名であることを身をもって示されていたのであると。念仏修行摂取不捨って言ってもね、念仏だってこれ舎摩とヴィパッシャナの念仏もありますさかい、そういうことせやなくて、この念仏には称念だよと唱える、念ずる、ここの念仏には唱えるという意味だから、だから称念ということですね。唱え念だから、これは念仏修行摂取不捨の念仏というのは、舍摩多ヴィパッシャナやなくて、称名であることを身をもって示されていたのであると。で、親鸞聖人がこの両下の門をいかに重要視されたかは、正真への源信抄や、高薬座非摂取中、煩悩生厳水風拳言うて、あそこね。お正真への源信抄や高僧和さんの源信さんにほとんどそのままの文章を賛英されており、真文類の陰文の最後がこの文で結ばれていたことによって知ることができると。高僧和さんの源信さんのここ、まあ一応私も喋ってるんで、よかったらまた聞いてみてください。ちょっと貼っときますんで。まあ、絵は持たれ飛ばしてくれなくてもいいけど、聞く気があったら聞いてください。それから、真文類の陰文の最後にこの文で結ばれている、これだけでもういかに大事なことか分かるんだけども、さらに尊号真蔵メモに詳しく解釈を施されているんだけれども、その全文は次のようであると。修了厳院源信歌唱の名門、が薬剤費摂取四柱煩悩生厳水不能拳大悲無拳上昇臥薪門、が薬剤費摂取四柱というは、我またかの摂取の中にありとのたまえるなり。もちろんのたまえるのは源信歌唱ですからね。だからのたまえるなり。で、煩悩生厳というは、我ら煩悩に眼抑えられるとなり。で、水不能拳というは、煩悩の眼にて、仏を見立て祀ること、あたわずといえどもというなり。大悲無拳というは、大慈大悲の御恵み、物浮きことを増しまさずと申すなり。上昇臥薪というは、上は常にという、昇は照らしたもという、無下の光明信心の人を常に照らしたもとなり。常に照らすというは、常に守りたもとなり。臥薪は我が身を大慈大悲の物浮きことなくて常に守りたもと思えとなり。常に守りたもうと思えとなり。摂取不捨の御恵みの心を表したもうなり。念仏修行摂取不捨の心を釈したまえるなりと知るべしとなり、という、こういうふうに、詳しく注釈を施してくださっております。で、親鸞聖人が浄土真宗の法灯を伝えられた七高僧の一人として源信僧侶を選定されたのは、この文章に表されている僧侶の信心が親鸞聖人の信心と全く同じであったからに違いない。全く同じであったからに違いない。私の方からは決して仏様を見ることのできない煩悩具足の好みを片時も目を離さずに常に見守りたもうことを大慈大悲というのである。それが摂取して捨てたまわざれば、捨てざれば、摂取して捨てざれば阿弥陀と名付け奉ると言われた五和さんに言われている、その阿弥陀仏の妙義であるというのであるということですね。まあ、本当にね、ここなんか本当にこうありがたいところですよね。なんかさ、ジャン・エラクルっていう人がね、
ここすごいありがたいとこやってね、いつも言うてはったらしいんやけどね、そうやな、やっぱり多くの人がこの御門に救われているんかな。昨日ちょっとふとジャン・エラクルの他の人やんやけど、ルース・タブラっていう人がいはって、この人がハワイ教団の浄土真宗ハワイ教団の100周年の記念の本書かはったんです。で、まあ言うたら歴史100年の歴史をまとめてくださった本なんですけど、長い本なんですけどね。このルース・タブラっていう人なんかでも、やっぱり浄土真宗の僧侶になっていかれた、浄土真宗の御門となっていかれて僧侶になっていかれたという、そのプロセスの中でやっぱり大きな苦しみを抱えてはって、そこから浄土真宗に出会うきっかけをいただいていかれたんです。その苦しみいうのはやっぱり、お父さんお母さんのことはどうしても、まあ、許せないところがあったんだけれども。まあ言うたらおばあちゃんに育てられたんで、お父さんお母さんとはやっぱ別に離婚されて別に暮らしてはったんで、お父さんお母さんやっぱ憎んではったんだけれども、しかしやっぱり浄土真宗の教えに目が開かれていって、そして、そのご両親と仲良くなっていく、また関係を良い関係になっていかなきゃいけないっていうことで。で、あのお母さんの方やったかな、お手紙を書かれていたというんですね。で、どんなお手紙やったか言って言ってたらね、私はずっとあなたを憎んでいたけれども、せやけどあなたはずっと別のところで自分を育てるということはされてなかったかもしれないけども、遠いところで私はのことをいつも思ってくださっていたんですね。それが親鸞聖人の教え聞いた時に初めて分かりましたって言ってね、そこでこの「臥薬在子摂取四柱」のここがやっぱり、田村さんの本の中に出てくるんやけれども、やっぱりそんな風にして、やっぱり自分はその人を憎んだり、その人の、慈悲の心みたいなことをやっぱり見えなくなって、なんか逆恨みみたいなことをやっぱり自分もする時があったし、した時もあったし。まあ、親の慈悲なんかでも完全に分かってるわけではありませんけれども、やっぱりそういった中でやっぱり後からようよう考えてみた時に、あ、そうやなかったな、私は憎んでいたんやけども、その人はずっと私を大切に、代悲物を引くことなくて常に我が身を照らすなりっていうね、そんな風に思ってくださっていたんだなということをやっぱ知る時がやっぱ来ますんで、来ましたんで。いや、そう思った時に、ここの御門、親鸞聖人はここの御門に救われはったと思いますが、やっぱり多くの人が、源信僧都のこの言葉に救われていかれたんやないか、この摂取不捨ということはどういうことなんかよって言ったら、包まれてますね、結構ですねっていうことばかりでなくて、反抗しつつ憎みつつ、しかしその憎まれていたいる人に愛されていたんだなということを知らせていただくっていうね、それは摂取不捨の具体層なんかもしれませんね、私たち凡夫にとって。もう皆さんどうか知りませんけどね 皆さん立派かなことはないかもしれませんが、私なんかにとっては、ああ、そういうことであったんやないかな、憎んでいたけども、その憎んでいる人は私を一生懸命思ってくださっていたんやないかっていうことをね、やっぱりその中に凡夫にとっての摂取不捨っていうことは、そんな、なんていうかな、愛憎を依循するような関係、そういうこと、そこに決して見捨てない、慈悲がかかっているっていうところに、常にですね、常に慈悲がかかっているっていうことを知らせてもらうっていうことが、凡夫における摂取不捨の味わいということかなと私は勝手に思ってるんですけど、皆さんいかがでしょうか。まあ今日のところはこれ短い、ご講義でしたけれども、まあ第10項のをこれで読み終わらせていただきました。これで終わります。